ついに優也と俺が出会った時の話だな。今にして思えばもうずいぶん昔のことのようだ。しかしこの頃の優也は動きがまだまだ荒いな。とても見ておれん。ああダメダメ、踏み込みが浅い。蹴る時の腰はこう。次回師匠と弟子、明日からの優也の修行量を増やすか。